皆さんこんにちは、大瀬です。6月の11日に琉球ゴールデンキングスから嬉しいリリースが発表されました。ナンバー34、小野寺翔太選手が2021-22シーズンも琉球ゴールデンキングスの選手として戦ってくれることになりました。今シーズンは小野寺選手にとっては怪我との戦いになったのではないかと思います。試合に出られなかったっていうことが悔しい結果になっていると思います。小野寺翔太選手、2019-20シーズンに琉球ゴールデンキングスへと加入してきた選手であります。やはり小野寺選手と見どころと言いましたら、もうハードなディフェンスを得意とする選手であります。小野寺選手のディフェンス疲れたらガード陣はとても嫌だなと思います。あのディフェンスを疲れたら相手ガードのリズムが崩れやすくなりますし、この小野寺選手のハードなディフェンスで琉球ゴールデンキングスに流れを持ってきたという場面も多々ございました。そして小野寺選手はディフェンスのみならず、自らもシュートを決めて琉球ゴールデンキングスの勝利に貢献した選手でございます。そして今シーズンは小野寺選手にとって試練の時になったのではないかと思います。小野寺選手のプレータイムっていうのが前のシーズンと比べてやはりちょっと落ち込んでしまったという点、それでも小野寺選手がベンチから出た時には相手ガード選手に対してのハードなディフェンスを繰り広げて、相手ガード選手の起点を潰し、琉球ゴールデンキングスのチャンスをしたたかに作っていく選手でございました。その小野寺選手が2021になった時からベンチ外になることになりました。そのベンチ外になる理由っていうのが、小野寺選手腰の負傷っていうのがございまして、その腰の負傷で小野寺選手が思ったようにプレーができず、それでも3月の初めにございました横浜 B コルセアーズ戦で小野寺選手がベンチ入りしまして、久々の試合早々14点を獲得し、この琉球対横浜の試合の MVP に輝きまして、小野寺選手の復活だというふうにも思いました。本当に小野寺選手が生き生きとプレーしていまして、ディフェンスではハードなディフェンスで琉球を盛り上げ、そしてオフェンスでも小野寺選手が3ポイントも決めての、この試合が2020-21シーズンの3ポイントの最高成功数っていうのを達成しまして、小野寺選手がその一役を買ってくれました。小野寺選手がこれからだと思ったんですけども、また小野寺選手のプレーも見ててもやはりちょっと苦しそうな場面も多くて、そしてついに椎間板ヘルニアの手術を行いまして、2、3ヶ月の欠場、これに伴う小野寺選手が、今シーズン終了してしまったっていうのは、もう小野寺選手が望んでなかった結果でもございますし、本当に小野寺選手にとっては悔しい結果になったと思います。そしてやはり来シーズンもシーズン契約となりまして、小野寺選手もまずは腰の怪我から無事に治ってほしいと思います。やはり小野寺選手の、ディフェンスがあってこそ、琉球ゴールデンキングスのディフェンスも活気づきますので、やはり小野寺選手のディフェンスは必要不可欠でございますし、何よりベンチから出てもすぐにゲームに集中して琉球ゴールデンキングスのリズムというのも立て直す要因にもなっていますので、小野寺選手の来シーズンの活躍というのも非常に楽しみでございます。やっぱ小野寺選手のディフェンスっていうのがね、本当に力強くて、自分より大きな選手でも小野寺選手を果敢に取り組んで相手の攻撃を楽にさせないというのがとても印象強かったです。私が印象残ってるのがやっぱり大阪戦での DJ ニュービル選手が、その試合調子が良くてその起点になっていたんですけども、小野寺選手がベンチから出た時も相手の調子のいい DJ ニュービル選手に対しても臆せず前に前へと果敢に攻めて試合を行っていた姿というのがとても印象に残っています。そのやはり小野寺選手のガツガツとしたハードなディフェンスというのもまた来シーズンも見たいですし、また琉球の勝利に一役買ってほしいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。